賃貸のまさきです。本日は大和郡山市にあります東池田ハイツのお部屋についてご案内いたします。なんとこちらのお部屋 3DK から 2LDK にリノベーションしたとっても素敵なお部屋になっているんです。まずこちらが洋室になっておりまして、こちらにはこのようにクローゼットがございまして、どうですか、とっても広々としていますので、たくさんのお洋服を収納していただけそうですね。それではこちらお隣にありますリビングになっています。どうですか、とっても広々としていますよね。いろいろなメインタープロと楽しんでいただけそうです。そしてこちらの方はリビング収納になっています。そしてこちらがキッチンになっていまして、シンク、調理場、ガスコンロ、そしてこのように上にも下にもたくさんの収納スペースがございまして、こちらにはレンジフードもついております。でこの後ろ側にあるのが冷蔵庫を置いていただくことが可能となっておりまして、こちらの方がカラーモニター付きインターホンになっています。このように押していただきますと外の様子がはっきりと見えますので、セキュリティ万全ですよね。そしてこちらの部屋は 2LDK となっておりますので、もう一つの洋室のお部屋の方へご案内いたします。どうぞ。こちらが2つ目の洋室のお部屋になっているのですが、このお部屋がとっても素敵なんです。それでは入ってみましょうか。どうぞ。どうですか、白を基調としていてとっても清潔感のあるお部屋になっていますよね。そしてこちらにも先ほどと同様クローゼットがございます。続きまして洗面所の方へご案内いたします。どうぞ。こちらは洗面台になっておりまして、この隣は室内洗濯置き場を確保しております。そしてこちらの方が浴室になっておりまして、どうですか、とっても広々とした浴槽になっていますよね。のんびりゆったりお風呂をご活用いただけそうです。続きましてこちらがトイレになります。中へどうぞ。どうですか、こちらのトイレの方も白を基調としているのでとっても清潔感がありますよね。私も思わず座り込んでしまいました。そしてこちらはウォシュレット付きとなっていますので、こちらのボタンを操作していただくことが可能です。とっても便利ですよね。そしてこちらが玄関になっておりまして、こちらにはこのように下駄箱があります。このように板を動かすことができますので、女性の方でしたらブーツを入れていただくこともお勧めいたします。まだまだご紹介したいところではありますが、詳しくは賃貸のまさきホームページをご覧ください。このお部屋とっても素敵ですので、リノベーションされたお部屋になっていますので、ぜひご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援いたします。ご視聴ありがとうございました。